今密かに熱いものをね紹介していこうと思います。まずは女子陸上ですね。これちょっとね以前も動画にさせてもらったんですが、なぜ女子陸上が密かに熱いのか、もうそれは YouTube の再生回数を見れば一目瞭然なんですね。男子の方がパワーもスピードもあってね人気と思いきや、このように YouTube の再生回数では女子の陸上の方がね完全に再生回数が多いんですね。やはり女子の方がそこにドラマがあるからということで、女子陸上がね密かに熱いんですね今。次の密かに熱いものとしては、山登り、ハイキングなどのアウトドアですね。こちらもなぜ密かに熱いのかというと、やはりね、YouTube の再生回数を見ることにより分析することができるんですね。こちらの動画なんですが、ハイキングマウント、ワシントンということで、山にね、ハイキングをしに行く、その様子を活かした BGM だったりで撮影している動画なんですが、もうやはりね、動画を見たんですが、自分もね、外に出ている気分になれる。そういうね、時間がない人で、なかなか外にね、行けない人でも、外に行った気分になれる動画、ということで、人気がね、出ているんだと思います。今ね、お笑い芸人のヒロシだったりも、キャンプ動画を出して人気なんですが、このようにね、アウトドア系、山にハイキングに行く動画も、すごく再生回数が多い。こちらの動画301万回再生されてますね。このように YouTube の再生回数から、今ね、ハイキング動画、登山動画も密かに熱いということですね。次の今密かに熱いものはですね、チアガールですね。このチアガールがなぜね今密かに熱いのかというと、これもねやはり YouTube の再生回数を見ればわかるんですね。このチアガールが踊っているね動画が YouTube でねすごい再生回数を叩き出している。もうこれは密かにねチアガールが熱いことを意味しているんですね。頑張る人を全力で応援すること、それにより例えばねスポーツで味方チームを励ます、勝利に導く、それぐらい応援は大切なんだ。その応援をチアガールたちは全力で笑顔で踊ってチームを励ましている。そこに胸を打たれた。いつも全力のチームの縁の下の力持ち、全力で応援する彼女たちに胸をね打たれて感動して、今ねチアガールが密かに人気なので、 YouTube でもねこのように再生されているんだと分析することができますね。このようにですね、YouTube の再生回数から分析することにより、今密かに熱いものを見つけることができるんですが、私はこの YouTube の再生回数分析により、次に来るね、密かに熱いものを見つけることができました。それがですね、料理ですね。こちらをね、見ていただきたいんですが、こちら女が作るてんこ盛りニンニクのガーリックチャーハンというタイトルの動画で、クマクッキングさんという方がね、上げているんですが、こちらもね、なかなかの再生回数を叩き出している。で、私は分析するためにね、このクマクッキングさんの動画を見ました。で、なぜね、再生されているのかわかりました。もうまずはね、普通に料理がうまいんですね。で、キッチンもね、綺麗だったり、もうみんなが憧れるような料理をね、動画に撮っている。だから人気がね、出るんですね。こちらもそうですね。こんな綺麗なピンク色あり、最高傑作牛肉のたたきということで、もうやはりね、料理がね、美味しそうです。もう牛肉のたたきもね、綺麗なピンク色で、もうこんなのがサムネイルに並んでたら、目が奪われちゃいますね。他にもこちらですね。バナナってこんなに美味しくなるんだね。濃厚チョコバナナの作り方ということで、こういうね、おやつのようなものも作ってね、いるんですね。やはりチョコバナナね、子供心をくすぐられるというか、なんか美味しくて楽しそうということでね、こちらもサムネイルを見てね、ちょっと見てみようかなと思っちゃいますね、こちら。他にもこちらですね。これは間違いないわ。食べた人を虜にする手羽先。ということで、食べた人ね、虜にする手羽先を作っている。もう服にね、私の料理見なさいというね。もうね、目が離せないですね。手羽先から。このね、クマクッキングさんのように、料理がですね、まあ、自分でしようと思ってもね、いざやろうと思ったらなかなか面倒だったりするんで、こういう動画を見てね、自分も料理した気分になれる、という意味でもね、次に来る、今密かに熱いジャンルとして、料理がね、食い込んでくるんじゃないでしょうか。このようにですね、僕は YouTube の再生回数から分析により、今密かに熱いものを見つけたんですが、皆さんもね、ぜひね、今密かに熱いもの、見つけてみてはいかがでしょうか。以上です。